それではですね、29年度の第2種の電光地震の候補問題のナンバー1のですね、電線を使ってまた別のね回路を一つ考えてみました。ここが電源ですね。ここが電源です。からスイッチとローがありまして、コンセントがありますね。ここ資本使います。からここにレセプタクルがあって、こっちもレセプタですね。それから省略ですね、取り付け省略のところの引っ掛けシーリングと、こういうことでね、やってみます。はい、それもうね、こういうふうに全然めちゃくちゃね、短くなっておりますんで、もうあれですね、これコネクタでないとちょっと難しいかと思います。はい、それではですね、スイッチは2つですけどね、取り付けるのは1個でよろしいよと、こういうことになっておりますんで、これですね、ちょっともうちょっと膨らまさなあかんですね。よいしょ。はい、やってもらって、これで何遍目ですかね。これで、だから、3個目ですね。はい、一つの電線をですね、切っていただいて、それで、3回練習したと。まだまだこれはですね、任意の回路というのは自分で、いかようにでもまた考えられますんで、はい、いわゆる回路をですね、理解する練習ですね。それにはいいかと思います。はい。それでですね、もうできますかな。ほんまにもう、電線短くなってしまいましたんでね。はい。これ、白黒電源入れますね。白黒電源入れまして、こういきましょうか。はい。こうですね。それから電線の渡りですね。渡りがこうですね。それからこう行きますんでね。はい。それからですね、こっちが一時眼になりますから、こっち側がこうなって、ここがこうなりますね。ないもの、あるものとして想像するっていうね、そういう工事の仕方、なかなか難しいですよね。はい、ここでこのスイッチ行きましたですね。さあ、それからランプレセプタク、これですね。それから、これをですね、これを引っ掛けですね。これを引っ掛けに読み替えます。これね、ちょっと抜けてますね、これね。ちょっと押し込みますわ、これね。まあね、ある電線で任意の回路がですね、想像できるというふうになればもうね、閉めたもんです。はい。それじゃあ、まずはいきます。これがいいですね。これがいいです。はい。それで、ここですね、これもう傷がついてますけど、ちょっともうそのまま行きます。これね。回路をですね、理解するという意味合いからですね、こういうのをやっておりますんで、工事がどうのこうのっていうのはね、二の次になってしまいました。はい。それから、ローですね。ローが引っ掛けシーリングですね。はい。ローが引っ掛けシーリングになります。こうなって、これですね。これがローですね。はい、こうなります。はい。それから、ここのですね、炉の情報をですね、赤に載せますね。はい、赤に載せて、これちょっとまずいですね。炉をですね、これかなか 3P ですね。はい、間違えました。ちょっとですね、これ、ですね、
まあ、差し込みコネクタこういうの楽ですよね。抜いて、ね、切ってまたピュッと繋げばいいわけですから。はい、さあ、これですね。これをだ、ここから来たので、これ真ん中入れます、これをね。はい、それから、こういって、それからこれ赤ですな。赤になります、これね。はい、はい。で、この白ところは電源ですね。コンセントに入っている電源になります。はい、まずは、白ですね。4本ありますね。4P ですな。はい、したがってこれを、まあ、ね、こっち電源から来てますね。ね、中央付近に。はい、それから、こうですね、コンセントを入れて、それから、こちら側の電灯ですね。電灯側のですね、こういう風に入れます。ちょっともうね、もうしんどいですよこれね回路理解するためにやってるだけですんでね。はいはい、こうなりました。さあ、それから黒ですね。黒は非接地ですね。はい、非接地はこういう風になります。こうですね。はい、こう行ってこう行ってこうですね。こうなります。はい、まあ、あの同じものは2つつけるなというのが一つのあのポイントでもありますんでね。ここへコンセントつけるとね、実はね、非常に仕事しやすいんですわ。そう、あえてつけてないんですよね。はい、それからここですね。こう来て、これランプレセプター、これですね、ここがね。はい、それから電源がこう来ると、こういうことですね。で、まずはですね、この赤ですね、赤がですね、このランプレセプタクルに行くと、こういうことですね。はい、で、あとはもう白白ですね。白が3本です。はい、これ電源ですんでね、電源を真ん中入れます。ここね。はい。それから、こうですね。はい。こういって、こうですね。こうなります。はい。それから、電源の、今度はですね、最後の黒ですな。黒いきます。はい。こういきましてね。こうちょっと、2P のがありませんのでね、3P のでちょっと、使います。こうですね。はい、こうなりました。はい、でここはランプレセプタクルですから、ここに1つついてますんでね、もうつけなくて OK ですよと、こういうことですね。電源の白黒いったのがですね、ここへ入って、で、これですね、白黒が入ってコンセントいきますね。それから、これがスイッチですね。スイッチの E ですね。E が黒で上がってきて、こっちの黒に入ると。それから、ローが上がってきてですね、こうですね。引っ掛けシーリングと、それから赤に乗ってですね、こちら入ってですね、このレセプタクルに行くと。こういうことですね。それから、ここは、これですね。こう渡りでこう行くんですが、まあ、ありませんのでね。はい、スイッチありませんので、もう以下省略ですわ、これね。こういうことでございます。はい、まあ、こういうふうにですね、またこれ別の回路また作れると思いますよ。まあ、これ以上もう電線をですね、短くするということはちょっと危ないんですけどね。他の回路いろいろ考えられてですね、あのこう、差し込みコネクタでね、作られたらいいかと思います。